はいどうも皆さんこんにちは二の舞ですドラムを始めてみたいだけど何から揃えればいいかわからないそもそもドラムセットっていくらするのそしてどこに置けばいいのそんな風に悩んでる方に向けて今回はゼロからドラムを始める人がまず最初に揃えるべきものを紹介していこうと思いますそれぞれ具体的なおすすめメーカーや型番も紹介するので是非参考にしてもらえればと思いますそれでは早速いってみましょう さあそれではドラムを始めるのに必要なものを紹介していきますまずはドラムセットというふうに言いたいところなんですが実はドラムセットだったりもしくはこういう電子ドラムっていうのはいきなり買わなくても大丈夫です そう、ドラムセットってね、音でかいし、場所取るし、値段もまあまあするしっていうところで、なかなかね、自分の家に置くのって難しいんですよね。なので実は、ドラマーの中でも、自分のドラムセットを持ってて、それを家に置いて練習してますって人は、かなり少ないんです。じゃあ、どこでドラムの練習をするかっていうと、音楽スタジオっていう場所です。もしかしたらね、聞きなじみがない方もいるかもしれませんが、バンドマンがこう楽器の練習をする施設ですね。 意外といろんなところにあってこの音楽スタジオに行けば1時間だいたい500円から1000円ぐらいでドラムセットが叩ける防音室を誰でも借りることができちゃいますうん言うたらカラオケみたいな感じでかなり気軽にね利用できるのでビギナーからプロまで多くのドラマーがこの音楽スタジオを使ってドラムの練習しています でこの音楽スタジオの探し方とか利用方法については別の動画で詳しく解説しています概要欄にリンクがあるのでこの音楽スタジオねあんまりよく知らなかったなっていう人は是非参考にしてみてくださいそんな感じで音楽スタジオに行けばドラムっていうのは叩くことができるので基本的には自分で買い揃える必要っていうのはありませんということで改めてねドラマーが本当に用意しなければいけないものはこちらドラムスティックです 音楽スタジオドラムセットは置いてあるんですがそれを叩くためのこのドラムスティックっていうのは自分で持っていく必要があります価格は大体いい1000円から2000円ぐらいですね楽器屋さんに行けば置いてあるところが多いと思いますしあとは Amazon や楽天なんかのネットショップでも買うことができますでこのドラムスティック、まあ、めちゃくちゃねたくさん種類がありますもしねどれにしようか迷ってしまったら僕が今持ってるこのビッグファーストの アメリカンクラシック 5A っていうモデルが非常におすすめです。これね、長さとか重さ、材質など、様々な面で非常にバランスが良く、誰でもどんなジャンルでも使いやすいスタンダードモデルとして、世界中で有名な型番です。うん、大体どの楽器屋さんでも置いてあると思うので、迷ったらぜひこれね、手に取ってみてください。それか、価格をもっと安く抑えたいと思う方には、こちら、これはサウンドハウスという通販サイトで売っているスティックなんですが、なんとこれ、1セット500円という激安で手に入ります。 これ僕もね、練習用として使ってるんですが、サイズ感や素材なんかはね、さっき紹介したこのビッグファーストのアメリカンクラシック 5A とほとんど同じなんです。それでいて500円というこの安さですよ。うん、別にね、すぐ折れちゃうとか、なんか曲がってるとか、そういうことは特にないので、全然普通に使えます。 まあトラムスティックってどれも結局消耗品ではあって叩いてるとねどうしても削れてきたりとか折れたりとかして割と頻繁に買い替えるんですよねなのでまあどうせ買い替えるからこういう安いスティックでいいやっていう風にね考えるのも全然ありだと思いますこんな感じでまあ他にも色々あるんですけれどもとりあえず2つおすすめスティック紹介させていただきましたまあとはいえ今言ったように言うて消耗品なのでこうねなんとなく見た目が好きだなとかうんなんか色とかロゴが可愛いなとかそんな感じで自由に選んじゃって全然 OK です もし誰かこうね好きなドラマーさんがいたらその方のモデルを選んでみるっていうのもねいいかなと思います是非ね自分が持っててテンション上がるやつね選んでみてくださいただ一つ注意として手汗手汗をかきやすい人はこういう色付きのスティックはあんまりおすすめしないです色付きのスティックは塗装の関係でちょっと滑りやすいですうん僕はね実際それで失敗した過去があります手汗ね、めめっちゃかくタイプなんですけど、初めて… 買っったたドラムスティックがこういう黒いい黒やつだったんですよ何しろねドラムを始めたのが中学生の頃でございますからそんな年齢の時にこんな黒いスティック見せられたらもうめっちゃかっこよくて買っちゃうわけですよね。でいざその黒いドラムスティックでこうドラム練習し始めると最初はねいいんですけど叩いててだんだん汗かいてくるともうとにかく滑るもうツル,ツルッツルッツルッとなって全く演奏に集中できずめっちゃね後悔したのを今でも覚えてます。 まあもったいないんでねこうなんかグリップ巻いたりとかしてなんとか折れるまでは使ったんですけどそれよりは僕はね色がついたスティックっていうのはほとんど買ってないですぜひね僕と同じような手汗かきの人は気をつけてほしいと思いますちなみに色がついてなくてもこういう感じの表面がテカテカしているスティックこれもね非常に滑りやすいので手汗かきの方は避けた方がいいかなと思いますそんな感じでまず1つ目のアイテムはドラムスティックでございましたさあそして次2つ目のアイテムはこちらスマートフォンです まあスマホはね言われなくても持ってるよっていう感じだと思うんですが大事なのはアプリ今ねドラムの練習に役立つアプリっていうのがめちゃくちゃたくさんあるんですよね今回はその中でも特におすすめなアプリを3つ紹介するのでぜひねこれインストールしてからドラムの練習に行くことをおすすめしますまず一つ目はテンポというメトロノームアプリメトロノームはねドラムに限らず楽器の練習には欠かせない存在ですが最近はスマートフォンのアプリで使うことができちゃいます いろいろなメトロノームアプリあるんですがその中でもこのテンポっていうアプリはシンプルで使いやすいのにいろいろ便利な機能がついているのが一押しポイントです。例えばタイマー機能 1>, こうね、1分経ったらテンポを10上げるみたいな設定ができるのでこれを使うことでいちいち練習時間を測ったりあとはいちいちこうテンポを変えたりねする必要がなくなってかなり快適に練習ができるようになります他にもリスト機能といってあらかじめテンポだったりとかあとはさっき言ったタイマー機能の設定なんかを保存しておけるので毎回のね入力の手間を省くことができちゃいます こんな感じで実際の練習で役立つ機能が盛りだくさんなこのアプリ無料版と有料版があって無料版でもね十分すぎるほどの機能が使えるので是非ねこれ入れておくことをおすすめしますそして次2つ目のおすすめアプリはオーディポというアプリですこれは音楽を再生するアプリなんですがこれまたねドラムの練習に役立つ機能がたくさんついてます 例えば速度変更機能これはねそのまんまですけれども曲の速度をかなり細かく0.01倍速ごとに変えることができます YouTube でも速度変更ってできるんですけどかなり大ざっぱにしか変えることができないんですよねこのアプリだったらめちゃくちゃ細かく変えることができるので最初はゆっくりでねこう曲練習をしてでできるようになってきたらだんだんと曲を速くしていくっていうまあこれはね定番の練習方法ですけれどもこれをやるのにとても役立ちます あとは AB リピート機能ですね。指定した区間を何回も繰り返し再生させることができます。例えば1番の A メロだけ何回もね、繰り返して練習したりとか、あとは耳コピしてて、ここのフレーズがわかんないからこの部分だけ何回も聞きたいみたいな。うん、そういう時にめっちゃ便利です。 ま、こういう機能が付いた音楽再生アプリって他にもいっぱいあるんですが、このオーディポがいいところは、Apple Music の曲に対応しているっていうところです。そう、Apple Music にね、対応しているアプリってなかなかないので、とてもね、貴重な存在です。Apple Music を再生するには、有料版のアプリが必要になるんですが、ただその有料版の価格も1年で600円とかなりね、リーズナブルな設定になっているので、ぜひね、気になった方は試してみてください。そして、最後のおすすめは、Moyzess というアプリです。 これも音楽を再生するアプリですがこちらは曲をね読み込ませるとなんとドラムの音だけ抜き出したりボーカルだけ消したりみたいな感じでパートをね分離させることができちゃうんです曲を読み込ませるとこんな感じで楽器のアイコンが出てきますこのののドラムム部分のボリュームをいじると はい、こんな風にドラムだけ音量を変えることができるんですね。逆にドラム以外のパートのボリュームを全部下げてあげれば、 はい、こんな感じで曲のドラムだけ聞くことができちゃいます。これやばいですよね。さらにこのアプリも速度変更機能ついているので耳コピがめちゃくちゃやりやすくなります。初心者の人でもこのアプリ使うと耳コピね、かなりチャレンジしやすくなるんじゃないかなと思います。ドラムもやるならね、絶対に入れておきたい最強のアプリです。ただこのアプリ、Apple Music には対応していません。 iTunes で1曲200円とかで購入した曲だったら入れることができるので僕は普段基本的にはさっき紹介したオーディポを使って練習とか耳コピーをしてでどうしても聞き取れないフレーズだったりとかあとはめっちゃ細かいところまでコピーしたかったりとかうんそういう場面の時にこのモイゼスを使っています これもね、無料版と有料版があります。無料版だと、1ヶ月に確か何曲までみたいな、その曲を入れることができる制限はあるんですけれども、たださっきやったこのパートの分離の機能っていうのはフルで使うことができるので、まずはね、無料版試してみてほしいと思います。はい、と、こんな感じで紹介した3つのアプリ。テンポ、オーディポ、モイゼス。 これぜひねスマホに入れてから音楽スタジオの練習に行ってみてくださいちなみにスマホを2台持ってる人とかあとはスマホとは別にこう iPad みたいなタブレットを持ってる人はそれも合わせて持っていくのがおすすめですこう片方のスマホで音楽を流しながらもう片方のスマホで自分の叩いてる様子を録画しておいて後でチェックするみたいな使い方ができますしあとはこうレッスン動画や叩いてみた動画なんかを見ながら練習する場合はやっぱりねタブレットみたいな大画面の方が見やすいんですよね なのでもし持ってる方はねそんな感じで複数のデバイスを用途に合わせて持ち込むのがおすすめですさあそして次3つ目のアイテムはこちらギアホンもしくは耳栓ですドラムの音ってかなり大きいので直で長時間聴き続けると耳にねめちゃくちゃダメージ与えちゃいますなので初めのうちから耳を守る癖をつけておくのはとても大事です 耳栓は100均でも売ってますしあとはね amazon でもこういう一般入ってて安いやつが売ってるのでこういうのでね全然 OK ですで中には一応ねこういう感じの音楽用の耳栓っていうのもあってこういうのだと特定の周波数のみをカットしてくれるような作りになってるので耳栓をしてても音がクリアに聞こえやすかったりしますただ正直まあまあお値段するので最初はね全然こういう安いやつでいいんじゃないかなと思います あとは他にもこういう耳に埋め込むカナル型と呼ばれるタイプのイヤホン。これもね、いいと思います。これだと音楽を聴きながら耳栓の役割っていうのも果たしてくれるので、元からね、こういうタイプのイヤホンを持ってる方は耳栓じゃなくてね、このイヤホンで練習するのがいいんじゃないかなと思います。という感じで、ぜひね、耳を守るために耳栓かもしくはカナル型イヤホンどちらかね、用意してみてください。ということで、ここまでで3つドラムを始めるときに必要なアイテム紹介させていただきました。 ドラムスティックおすすめアプリを入れたスマートフォンそして耳を守るためのイヤホンもしくは耳栓まずはねこの3つを揃えて音楽スタジオに行けば準備万全でドラムを楽しむことができると思いますでもしねスタジオで何を練習すればいいか迷ったら僕が作ったドラムを始めたばかりの人に向けたレッスン動画シリーズっていうのがありますので是非ねそれを見ながらスタジオでドラム練習してみてください概要欄にねリンクを貼っておきます そして音楽スタジオで実際にねこうドラム叩いてみてあドラム楽しいなとかもっと練習してみたいなって思ったらこれを揃えるとさらにドラムの練習環境を整えることができるっていうアイテムがね5つあるので後半ではそちらをねさらにおまけとして紹介していきたいと思いますさあというごろでここからはドラムを続けてみたいなと思った方が買うべきおすすめアイテム紹介していこうと思いますまず1つ目はこちら じゃんスティックケースですドラムスティックって木でできているので叩いているとこんな感じで表面が削れてきますなので直でカバンに入れたりすると木くずが落ちてカバンが汚れちゃうんですよねそのためこういうスティックケースに入れて持ち運ぶ方が安心ですさらに大体のスティックケースはこんな感じでドラムセットに取り付けることができますこうやってドラムセットに取り付けておけば演奏中ねもしスティックを落としてしまってもすぐここからパッと取って演奏を続けることができるわけです こういった使い方もできるのでドラマを続けていくのであればぜひねこういうスティックケース一つ持っておくのがおすすめです機能は大体どれも同じなので自分の好みで選んじゃって大丈夫なんですが個人的なおすすめはこのタマから出ている TSB12 っていうやつですこれねデザインかわいいし色展開も豊富ですそれでいて使い勝手も非常にいいので人気のねスティックケースです僕の生徒さんもねこれ使ってる人非常に多いですスティックケースもね多くの楽器屋さんで取り扱っていますのでぜひねドラムスティックと一緒にチェックしてみてください そして次、二つ目のおすすめアイテムは、こちらチューニングキーです。これは名前の通りドラムのチューニングをするときに使うものです。ドラムのこの画面の皮を止めているボルト、これね、チューニングボルトっていうんですが、チューニングキーを使うと、これを回して画面の張り具合を変えることができます。 まあ大体のスタジオにはこのチューニングキー備え付けで置いてあるので、まあ、自分で持ってなくても大丈夫ではあるんですがただね、まあ、そんな高いものではないですしドラムのチューニング以外にもいろいろな場面で使うことがあるのでドラムを続けていくなら一つ持っておくと便利なんじゃないかなと思いますおすすめはこういう風に上をつまむことができるタイプです 僕が今持ってるこれはタマの TDK10 っていうチューニングキーなんですがこういうタイプだと何回も一気に回したい時にここを持ってねコマみたいにくるくるできるので便利だったりしますまあ本当にちょっとしたポイントなんですけれどももしよければ参考にしてみてくださいちなみにさっきね紹介したやつもそうなんですけれどもスティックケース大体中にこういう小さいポケットが付いてることが多いですこういうやつだとここにねこうチューニングキーを入れて持ち運ぶことができるのでスティックケース選ぶ時はこういうポケット付いてるもの非常におすすめでございます さあそして次3つ目のアイテムはこちら教則本ですもちろん YouTube でも全然ドラムね学ぶことできるんですけれどもただこういう教則本ってねこう学ぶべき順番をしっかり揃えてで一つにまとめてくれているので何を練習すればいいか迷っちゃう人とかあとは1人でねコツコツ進めるのが得意な方っていうのはこういう教則本結構おすすめです。 僕が初心者の方にね、おすすめしているのは、こちらのリットーミュージックから出ている DVD で今日から始める簡単ドラムニューエディションってやつです。いろいろな曲の楽譜も入っていますし、QR コードを読み込むとお手本動画を見ることもできるので、かなり盛りだくさんの内容になってると思います。 あとはちょっとねおすすめアイテムっていうところからは外れてしまうんですがドラムレッスンに通うのも非常におすすめですまあドラムに限らずですけれども独学でやっていくとどうしてもこの自分が合ってるかどうかっていうのが確かめられないから不安になるんですよね特に始めたばかりだとなんかこう難しいところが出てきてつまずいちゃった時に一人でね解決できずにそのまま嫌になってやめちゃうってうケース非常に多いです 実際僕は昔ギターギターをね独学でチャレンジしたことがあったんですけどその時そのパターンでやめてしまったというね過去がありますあとはこうね本人はできてるって思ってるんだけど実は結構間違えて覚えちゃってるっていうパターンも多いのでこれもね注意ですうんレッスンでね直接見てもらうことでそういった不安がなくなって効率よく上達できるのはかなり大きいかなと思います 何より自分一人だけじゃなくて誰かと一緒にね、こう練習していくとやっぱり楽しいですし、モチベーションっていうのもね、ぐんと上がります。最初の頃ってどうしてもわからないことだらけだし、つまずくことも多いので、初心者のうちだけでもね、レッスンを受けてみるのがいいんじゃないかなと思います。何を隠そう、僕もね、ドラムのレッスンやっていますので、興味がある方はね、ぜひ僕のレッスンにもお申し込みいただけると嬉しいです。オンラインレッスンもやっていまして、全国どこからでもね、受けることができます。公式 LINE から体験レッスンのね、申し込みできるので、もしよければ登録してみてください。 ということでいい感じにね宣伝も終わったところで次のおすすめアイテムはこちら練習パッドですこれは言ってみればゴム製のドラムみたいな感じで叩くとはいこんな感じで小さいポコポコとした音が鳴ります ドラムの叩き心地を再現しながら小音性を兼ね備えているのでおうちでの練習に役立ちます。 基礎練習をするのにはもちろん、例えばこの真ん中の部分がスネやえ、端っこの部分がハイハットみたいな感じで、ドラムセットに見立てて曲の練習をね、することにも使えます。まあこの練習パッドね、この電子ドラムと違って叩いたらドラムの音がするというわけではないんですけれども、ただこれ意外とね、叩いてるとこのポコポコとした音が絶妙に気持ちいいというか癖になるんですよね。なので練習パッドだけでも十分楽しめるし、きちんとね、練習にもなるので、ぜひね、うちでもドラムの練習してみたいなって思った方は、ぜひこれ一つ買ってみてください。こう 普段はこの練習パッドを使ってお家で練習してで休みの日とか時間が取れる時にスタジオに行ってこのね練習パッドで練習したことを実際のドラムセットで復習するみたいな感じでやっていくとかなりね効率的に上達することができます。 でこの練習パッドもいろいろと種類があるんですが、今だったら個人的にはパールから出ている TPX10N という練習パッドがおすすめです。今僕が持っているこれはさっきも言ったようにゴムでできているタイプで、叩くとね、小さいながらある程度音が出るんですが、この TPX10N は叩く部分がメッシュ、メッシュでできているので、叩いた時の音めちゃくちゃ静かです。 なのでまあもちろんね壁の薄さとかにもよると思うんですが集合住宅でも比較的使いやすいと思いますさらにこの TPX10N はスタンドが付いているのでセッティングしやすいのも嬉しいポイントです僕は今これ持ってないんですけれども以前パールさんとお仕事させてもらった時にこれ触らせてもらってめっちゃね感触良かったのでおすすめさせていただきますもしよければね参考にしてみてくださいさあそして最後のおすすめアイテムはこちら電子ドラムです まあやっぱり電子ドラムがあるといつでも好きな時に練習できるし実際のねドラムの音が鳴ってくれるのでめちゃくちゃ楽しいですなのでぜひ皆さんも電子ドラム買ってみてくださいって言いたいところなんですけれどもただ注意点もあってそれは音が結構大きいということですこれ、ね、スネアとかシンバルみたいな手で叩く パッドはさっきのね練習パッドと同じような作りになっているので、まあ、そこまで大きすぎる音は出ないんですが危険なのがこのバスドラムのパッドバスドラムはやっぱり体重をかけて足で踏むっていうところでかなり大きい音がしますしそれに加えて踏んだ時の振動この振動がねとにかくやばいので特に集合住宅の方はしっかりとね防音防振対策をしないと苦情が来てしまう可能性があります。 そんな感じで、ちょっと注意が必要なこの電子ドラム。金額もね、高いので、いきなりドーンって電子ドラム買うんじゃなくて、まずはさっき紹介した練習パッド。練習パッドでそのお家での練習を一旦始めてみて、それで苦情が来なかったら、次にこういうバスドラムの練習パッドっていうのも売ってるので、これと、あとキックペダルを買って、足の練習をお家でやってみて。で、それでも大丈夫そうだったら電子ドラムを購入っていう感じで、こうステップを踏んで、 行くのがおすすすめです電子ドラマの防音防振対策について僕はね正直あんまり詳しくないんですがただね調べるといろんな方がブログや YouTube で紹介してくれているので是非ね調べて実践しながらおうの練習環境も整えてみてください。でねもし電子ドラマを買うってなったらおすすめ機種いろいろあるんですが定番はローランドっていうメーカーから出ている TD17KVX2 というモデル。 ドラムの練習をする上で必要な機能などすべて入っていますし、音もめちゃくちゃ綺麗。僕の今持ってるこの電子ドラムも同じくローランドっていうメーカーのものなんですが、ここはね、老舗のメーカーで昔からたくさん電子ドラム作ってきてるので、質はまあ間違いないです。 しかもそのローランドの中でも一番売れてるモデルがこのね TD17 っていうシリーズなのでぜひねせっかくだったらいいやつ買おうかなって思ってる方はねこのモデル検討してみてください電子ドラムについては選び方を解説した動画や予算別のおすすめ商品を紹介した動画など色々とねめちゃくちゃ詳しい動画を作っていますので詳しくはねそちらを見てよければ参考にしてみてください はい、ということで今回はゼロからドラムを始める人が揃えるべきおすすめアイテムを合計8つ紹介いたしました。 最後に軽くまとめるとまずドラムスティックそして練習に役立つアプリを入れたスマホさらに耳を守るためにカナル型イヤホンか耳栓うんこの3つがねまず揃えるべき必須アイテムでございましたこの3つを持って音楽スタジオに行けばドラムを準備万全で楽しむことができるとそして叩いてみてドラムをねもっとやってみたいなっていうふうに思ったらまずスティックを持ち運ぶスティックケースそしてチューニングやセッティングに必要なチューニングキー さらに、教則本やレッスンを使って練習の効率を上げつつ、家での練習に練習パッドや、もし導入できそうだったら電子ドラムもおすすめといった感じでございました。ぜひね、参考にしてみてください。で、今回紹介したアイテムそれぞれについて、おすすめメーカーやモデル、選び方のポイントなどを全部一つにまとめた PDF を作りました。 PDF は概要欄の公式 LINE から無料で受け取ることができます。その他にもこんな感じでドラム初心者の方に役立つ特典が満載なのでぜひね登録してゲットしてみてください。ということで今回のレッスンはここまでになります。また次回のレッスンでお会いしましょう。バイバイ。